ジョギングなんだ。やだ。ゲームをするならのぞきみちゃん、こんにちは、つぼみです。今日もリングフィットでいっぱい運動しながら遊びたいと思います。前回に引き続き今日もリングフィットなんですけど、はい、今日はステージいろいろ進みながら敵を倒していくっていうような、なんか冒険チックなのがあるんで、はい、今日はちょっとそれを進めてみようかなと思います。すごい面白そうです。めちゃくちゃ今敵倒してるゲームやってたじゃないですか。はい、なんで、まあ、全然それよりも簡単だと思うんですけど、はい、ちょっと体力勝負にはなると思うんですが、はい、お願いします。頑張ります。はい、冒険感ある。ビンゴ。筋肉は厚い。クリマークが出ている場所です。ジョギングなんだ。やだ。やだ。この先に扉があるから、まずはそこまで行ってみよう。うわ。私を押し込んでみてよ。なるほど。でも気持ちいいかも。景色が。空気砲は左右に向けて撃つこともできるの。あ。なるほど。狙いにくいときは照準がずれてるかも、なるほど。私を下に向けると元に戻る。扉が見えてきたね。あ、いいね。来た。お、段差があるね。私を下に向けて押し込んでみて。おうおう、いい感じ。なるほど。上げると登りやすいよ。私を左右に強く引っ張って全部吸い込んじゃおう。そう、その感じ。よし、走ろう。走ろう。これこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。フジポーズって何？腰を下げてスクワットパワーを貯めて、全身を伸ばして、難しい。難しい。これ難しいですね。でもカロリーは12キロカロリー減って、すごい、やった。走行距離は大体500メートルぐらい。マラソンなんですね。基本走る感じなんですね。
私を下に向けて押し込み続けてみて。いい感じ。えい。えい。あ、なんか最後に勝てるな。悔しい。出てきたね、やっぱり現れたね。ドラゴが生み出した魔物にはフィットバトルでしか攻撃できないんだ。でも安心していいの。フィットバトルなら私に任せて。フィットバトルはいわば運動エネルギーのぶつけ合い。まずは肩慣らしにあいつをやっつけよう。よし。地図とかなくていいですね。あ、本当です。迷子の心配はない。はい、もう上げて、はい、もう上げて。すごい。迷わなくて済むし、エイムを合わせなくてもいい。そうですね。数字の苦手な。じゃあ、もうシャッフル。シャッフルで。シャッフル。よし。また使ったですね。うん、よし、動こう。お尻を突き出した状態で行おう。いいね。抜かないで、うん、リンクーチェスト
そうですね。さっき。あ、いや、そっちじゃなくていいですよ。ちょっと待っていいね。よし、動く。いいですか？はい。体感的にはだいぶきつい。